はい、では戦闘です。へい。どっちが先に動くの？ちょっと待ってくださいね。今もうあなたが飲まれて窒息ロールをしたので、うん、ココミちゃん動いて大丈夫です。はーい。拳は 1D3 ですよね。拳もねあるよ、チャパレ作った。あ、あなたは今、はい、あの異形化してるのでダメ棒をつけましょう。つきそう。そうか、ダメ棒つくのか。これって仮に椅子を投げるとしたらダメージ判定はどれになるんですか？投石になるのかな。椅子を、そうですね、まず椅子が引きちぎれるかどうかがストリングスで判定して、その後投擲ですね。あ、そっか、なんか足かせみたいについてるって言ったっけ。はい。あ、そしたらと、その場合は投石と同じダメージのあのダイスになるんですよね。はい、その場合は普通に投擲の。じゃあグーパンでいきます。おお、はい、いいでしょう。グーで殴る。拳、あ、拳でもキック私入れてないからな。25か。拳振ります、はい、どうぞ。おりゃー、難しい、当たらないよ。ではあなたはまあ慣れない体で四苦八苦してしまったんでしょうね。その拳はあらぬ方向に突き抜けます。バビオン。わあ、壁を殴ってしまった。ではルリムシャイコースです。ではルリムシャイコースはですね、そんなあなたをまあ全く気にせずに青美ちゃんをもぐもぐしようとしています。青美ちゃん窒息ロール対抗、コン ×6 をコン ×5 にして振ってください。なぬはい、どんどん減っていきます。なるほど、ちょっと待って、あれどこだ。確かにそうか、これか、これを5ね。あー危ねえ。あー、どこで振った。あ、じゃあ成功です。ではダメージは入りません。はい、では再びココミちゃんのターンに回ってきました。どうしますか。次こそは拳を当たれ俺の思い。よし、当たった俺の思い。ナイス、当たった俺の思い。では 1D6 プラス3で振っていいです。 1D6 プラス3、 1D6 プラス3、いけ俺の思い、届け。6だ、6。うんうん、いいでしょう。ではあなたがその鋭い爪でルリムシャイコースのブヨブヨの体をズシャッとやりました。うわ。ではその白地の傷口からは赤黒い粘着性の液体が勢いよく飛び出てきます。その赤黒い液体を避けますか。え、選べるんだ、はい、かかりに行く。やめておこうかな。では回避を振ってください。はい、回避かかりに行ったらどうなってたんや。ちょっと興味はかかっちゃった。わあ、かかっちゃった。興味はあった、確かに77あるのに。ではその赤黒い液体がココミちゃんの肌に飛び散ります。腐食したところから肉が溶けるような音とともに激痛が襲います。痛い。 1D10 振ってください。 1D10 痛いよ。結構減ったよ。やばい。7減らしてください。1,2,3,4,5,6,7。まずい。あなたの肉が溶けていきます。こんな痛みあの時に比べたらまだマシだ。さて、7か、
あ、まあギリ壁だ、よかった、ね、うん、危ねえ危ない。では再びルリムシャイコスのタイムです。ルリムシャイコスはズシャッとしたあなたを少し睨みつけるようには見てきますが、いまだ青梅ちゃんをもぐもぐしようとしています。青梅ちゃん、コンかける4で振ってください。はい。あ、では、青梅ちゃんは、ダメージ、ね、1D6 1D6 では4減らしてください。いてでは続いて再びココミちゃんのターンです。んー、少し睨むようにしたってことは、でもな、とりあえず吐き出させないとだし、とりあえずグーパンの奇跡を、グーパンの奇跡、うんうんうん、素晴らしい。では再び 1D6 プラス3で振ってみましょう。はい、私が振ったのか、 1D6あ、届け、俺の思い、うん、減った。では、あなたが再びズシャッとしますと、赤黒い粘着性の 液体が勢いよく吹き出してきます。回避、はい、頑張れ、キモいキモい、オッケー、ナイス、素晴らしい。で、あなたがその出てきた赤黒い液体を素晴らしい身のこなしでシタッと避けました。そして避けたと同時に、ルリムシャイコースは高周波のような鳴き声を上げると、いまいましげに、あ、ココミちゃんの方を一別し、白王子はズルズルとその部屋を後にすることでしょう。あれ、私は、あれ、あ、アメちゃん、アメちゃん連れてかれた。アメちゃんは吐き出されています。ああ、よかった、ああびっくりした。というところで戦闘終了です。青梅ちゃん、青梅ちゃん、青梅ちゃん苦しかっただよね、うん、え、大丈夫、他怪我してない、うん、まあ息ができなくて多少ちょっと今クラクラはするけど、うん、っていうか、ココミの方こそ結構痛そうなダメージを、ああ、痛かったけど、あの頃の痛みに比べれば私はまだまだ戦えると思う。応急とか振ってもいいですよ、うん、応急手当てします。はい、頼む、なんでやねんじゃあもう一回高音で振ってもいいよ。ありがとう、ありがとうございます。ダメでした。あー、まずいこれはまずい。自身の体だけ回復します。はい、あ、そっか、そうだよね、そっかそっか。あー、いやー、ちょっとな、勝手に私の場合は怪我とか治っちゃうから、あんまりうまく手当てできなくてごめん。大丈夫、自分でやってみる。っていうわけで、私も初期値だけど振っていいですか。どうぞ。うわ、じゃあいいでしょう。惜しい、幸運も振っていいですよ。お、幸運、幸運、おお、素晴らしい。では、そんな祈りが届いたのでしょうか。全開しましょう。お、やった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 気合で持ち直しました、あなたは。うわこれ治ってる、すごいこれもアオメちゃんのおかげだね。そうなのかな、うん、でもよかったいや、でもあれ、あのルリムシャイコースってなんかめちゃめちゃ敵対心すごくそうだったけど、なんか気づいたら飲み込まれてたね、私。うん、なんでだろう。まあ、確かに私話したことは一回もないんだよね。え、そうなの？うん、
なんか神聖な方だと思ってたから、あんまりこう話しかける気にならなかったというか。あ、そっか。このまま寝る気にもなれないし、うん、どうする？追いかけてみる？それともここ逃げる？あれ、本って読み切ってますかね、私って。はい、もう読み切ってていいですよ。あ、OK です。じゃあ、まあ他に気になるところもなさそうだし、さっきジュリムシャイコースさん出てったところが出られるかな。はい、はい、ではそのルリムシャイコースが先ほどまき散らしていた赤い粘液で、どうやら氷で閉ざされていた扉も溶けていることでしょう。なるほど、これで溶けたみたいだね。うわ、まあでもこと言ってるここにいても仕方ないし出るか。うん、わかった。じゃあ出るかとあなたたちが思っていた頃ですね、うん、白蛇から吹き出している赤黒い液体、先ほど扉を溶かしていたようですが、どうやら扉だけではなくかかった周囲の氷を触れた先から溶かしていっていたそうです、うん、氷でできたこの要塞は瞬く間に崩れ落ちていきます。直ちに逃げなければ崩壊する氷の城壁に押しつぶされることは容易に想像できる。あら、嫌な予感するな、嫌な予感するな足押せんだよな、足押せんだよなやべえそしてさらに、この崩壊していく氷の城塞の後ろから、あなたたちが外に出ようとすると、その後ろからルリムシャイコースが追ってきます。うわ、また行ったんかあいつ。ここからあなたたちはデックス対抗で逃げていただきたいと思います。まずい、デックスは私低かったな、覚えてるけど。デックスはどこだ。ですね、あ、11か。ココミちゃんは 45% で成功したらいけます。はい。そして青梅ちゃんは 35% で成功すると言ってます。いっくとりあえず振っちゃっていいですか。いいですよ。はい。おー、すごい、素晴らしい。ました。あ、待って、あ、はい、あではではでは、おっと、致命的失敗ですね。はい、ファンブルですね。ハンブルっすね。ではあなたはルリムシャイコースに追いつかれてしまいます。さらに回避することもできずに、あなたは赤黒い粘液を食らってしまいます。ルリムシャイコースは手負いであるため呪文は使わない上に攻撃もしてきませんが、その体からは腐食性の粘液を撒き散らして進んできていました。その粘液をもろに食らってしまったあなたはダメージです。 1D10。でも私食らったらやばいな。では5減らしてください。減るね。よいしょ、減るね。あぶねー、あと1億減ってたらこれ危なかった。それとともにですね、ルリムシャイコー自身は手負いであり粘液が出ているので、自分もダメージを食らってしまいます。ダメージ、おお、では続けてデックス対抗を行っていきます。はい、ココミちゃんどうぞ。はい、平気、若干追いつかれますが、ここで回避、粘液を避けられるか。回避、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 いけー、いけー、77%。オッケー、オッケー、素晴らしい。
では少しつまずいて追いつかれはしますが、粘液にはさっと避けることができます。はい、では続けて青梅ちゃんデックスどうぞ。おお素晴らしい、すごい。おではあなたは華麗な走りでその場から逃げ去ることが成功します。はい、ドリームシャイコースダメージ食らいます。では再び戻ってきます。ここみちゃん 45% どうぞ。はい、あー、うわー惜しい。さあ回避、回避頼む。素晴らしい、回避は成功する。では追いつかれて腐食性の粘液の射程範囲までは来ますが、ここみちゃんはその素晴らしい筋力で避けることができるでしょう。まあ、華麗に舞うんだ空を。では続いて青梅ちゃんどうぞ。はい、おーすごい。おおではそうですね、あなたは華麗に避けることができましたので余裕があります。このままルリムシャイコースに対し攻撃を加えることも可能でしょう。はい、どうしますか。マーシャルアーツと拳の組み合わせってできます？まあ、知ってていいでしょう。ルリムシャイコースは体がブヨブヨなので打撃などの攻撃は一切効きません。あ、なるほど、困ったな。もしも攻撃を加えたければその辺に落ちている瓦礫や石を拾って投擲することが可能です。なるほど、じゃあ投擲します。はい、どうぞ。25か、そうだよな。まあ残念でした、はい、では再び、はい、レリムシャイコ傷を負います。ブシュ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 。はい、では戻ってきます。まだ続きます。まだしぶとく追いかけてくる。まだ出られないのか。ココミちゃんデックス、まだ出られないのか。あ、ちょっとアイディアになっちゃうんだよな。厳しい。あー失敗する。はい、回避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 を回避を回避を成功する。続けて青梅ちゃんもどうぞ。はい、だよね。あー回避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 行け。回避どこだ。あった、あかない、 あった。回避回避 1D10 のダメージ。やばい死ぬ。あ、でも死なないのか。あれどうだ、死ぬのか。あ、2か。あ、素晴らしい、すごい。2減らしてください。はい、なんとか持ちこたえてる。あるのかな、青梅ちゃんが。どうなのかな、はい、ね、赤黒い粘液が青梅ちゃんにブシャッと再びかかります。追いかけられている状況なのでどうやら傷の治りが遅いようですね。はい、ルリムシャイコースダメージを受けます。頼む。あ、残念、まだ追いかけてきます。しぶとい、死なない。では再びココミちゃん回ってきました。デックスどうぞ。はい、うわ、あ、回避回避回避、あ、回避失敗した。 1D10 のダメージ。 1D10 あ、まずいよ。私さっきから数字大きいよ、これけ。うわ、マジか、ショックロール。9をまず減らしてください。まずは減らす、ね、ら、はい、寝るな寝るな。おやすみなさい。お、素晴らしい、危な。では気絶、倒れることなくなんとか踏みとどまります。おはようございます、頑張ります。いくぜ。どうぞ、おめちゃん。ダメだぜ。はい、ダメだぜ。やばい。1D10 これまずい、まずい、まずいぞ、マジで、まずい。4は4ぴったり。0 0だ。じゃあぴったりだから、まあじゅわっとやられはしますが、うん、まあ、あ、1にしちゃった。ちょっとルリムシャイコースに押しつぶされ、
あなたは見えないところで絶命してしまいますが、すぐに復活することでしょう。あ、ただし、あのココミちゃんは走っているので後ろで何が起こっているか分かりません。うん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 、あ、気づいたら全開になっている青目ちゃんが横にいるでしょう。すごい、何事何事いや死んだな一回。さて一回死んだの、一回死んだの死んだけど、まあなんとか。プレミサイコダメージ、うん、頼むでは粘液を出しすぎたルリムシャイコーツはその場で力なく倒れ、それ以上は追ってこない。しかし崩壊する氷山からの脱出は終わっていない。入り口まで戻る時間はなさ、崩壊の影響で開いた穴からいてついた海に飛び込むしかない。外の景色が広がり、どのくらいの高さかが嫌がおうでもわかる。下は海、もしくは氷河が見えているだろう。どうしますか。抱きかかえて、ココミちゃんを抱きかかえて自分があの下になろうとします。そのまま飛び込んで。これがしたいとですね、うん、サイズとストリングスの対抗判定を行うんですけど、あなたは絶対に無理。ストリングスが9ですねやりますか。じゃあそしたらすごい、私がクズになって青梅ちゃんごめんって言いながら青梅ちゃん下に行っていいか、うん、そう、それでいいやもうむしろこう私をクッションにしろと言わんばかりにこう仕方ない、2人とも幸運を振ってください。はい、あ、幸運、あ、幸運、お、成功素晴らしい。ではあーめーめではあなたたちが勢いよく飛び込むとですね、そう、どこからかめーという声が聞こえてくることでしょう。あ、そして青梅ちゃん、あなたが呼びかければ、うん、待機中のめーめーがその樹木であなたたちを巻き取り受け止めてくれることでしょう。めいめいお願い。脱出成功です。あーやったー、めいめい。振り返ればあれだけ巨大な塊が崩壊していくのが見える。ドボンと氷塊が落ちるたびに海に大きな波が発生し、その質量の大きさを改めて実感することだろう。助かった。めいめいありがとう。めいめいのおかげだね、本当に。うん。よかった、ここみちゃんが死ななくて。うん。ごめんね。ん？いや、下敷きにしようとしていいんだよ、私は死なないからさ。まあ死ぬけど死なない、うん、なんて言えばいいんだろう、うん、言ってなかったかもしれないけど、そう、私不老不死なんだよね。だからそんなにすぐ傷が治ってたの？うん、まあなんかちょっとダメージ受けてもすぐ回復しちゃう感じ。ああ、でも痛みはあるの？まあね。だったらやっぱり怪我してほしくないねまあでもポコミちゃんが無事だったからいいよ。うん、何だったんだろうねあれ。あの
人に、あの人あの方に頼めばココミちゃんの体をなんとかしてくれると思ったんだけどな。うん、仕方ないね。うん、まあでもあそこで結構魔術習得したから。そうなの？うん、あの古い本あったでしょ。うん、そう、そこに書いてあった本読んだらなんか3つくらい習得できちゃったんだよね。すごいね多分教えればココミちゃんも使えると思うから。本当に？うん、教えとくね。ありがとう。教えたいですか？教えたいですね。ではですね、覚えるためにはイント ×3 で成功したら一つ覚えることができます。あれスーパーアホなんだよな。今あなたはイントが4なので12以下が出たら覚えることができます。え、これってこの私が最初にこの記憶力を増大させるっていうやつをココミちゃんに使ってからとかってはできる？これはですね、うん、記憶力が増大するというよりかは、うん、記憶が、残り続けるのを助けるための呪文だと思ってください。忘れちゃいそうになっていることを寸でのところで引き止めるための呪文なので、なるほど、特に記憶力を増大させるような呪文ではありません。あ、そういうことなんだ。なるほど。あ、じゃあ頑張って頑張る頑張る。4だったから資産12。はい、12です。12以下が出たら覚えられます。お願いします、お願いします、お願いします。わかんないまあ3回振っていいですよ、3つあるから。やったー。1個覚えるのに1回振ってもらう感じなんで。はい、3回振っても成功する気にはならないな。いや、低すぎるな。わかんない。惜しいね。わー、わかった。わかった、1個わかった、1個わかった。じゃあ1個はどれを覚えますか？どれがいいかな。情報のところ、うーん、 AB の2人か魂の抽出か銀色の光線です。どれが、うーん、なんか一番重要そうなのを覚えてほしいな。うん、一番重要なのを覚えたいな。うん、今のところ記憶を失っているような素振りはないけど、これから失うかもしれないよね。ただそのうん、ココミちゃんの異形の姿をこう直すための、あ、私が使うのかな、魔術的異常とか効果が全て解除って書いてあるから。それ私も気になってる。銀の光線、私の不老不死って魔術なのかな。どうだろうな。まあでもココミちゃんの体を治すには必要そうだからな。うん、確かに。それは私が使う。まあ、NP あるしね、私。そうか。うん。うん、これは本人にも使えるんですか？その使った本人っていうか。銀色の線は使えない。あ、使えないんだ。相手に対してじゃないと使えないんだ。はい。あ、じゃあ私銀色の光線の方がいいかな。あ、本当？その他のやつ2つは両方とも自分には使えるってことなんでしょ？うん。うん。ってなったらその例えばその青梅ちゃんに
記憶のやつやった方がいいかなってなったら両方にかけてもらうっていうのはできるけど、うん、青梅ちゃんがなんかのなんだろう魔術的な異常になっちゃった時に自分に使えないから、うんうん、私が解くしかないから、うん、銀の光線の方がいいかなって。なるほど、じゃあそれかかな。いいですか。はい、ではあなたは銀色の光線を取得します。はい、よく覚えられたな。完全に理解した。そういうことね、完全に理解した。はいはい、そういうことね、完全に理解したわ。本当によく覚えられたな。うん、まあ、じゃあこれを教えました。はい、はい、ではここみちゃんは銀色の光線を習得しました。はい、まあ、特に回復とかは大丈夫ですか。応急手当します。はい、どうぞ。頼むで、応急手当してくれるの嬉しい。 OK、 素晴らしい。じゃあいいでしょう。まあなんだろう、心持ちもなんか呪文も覚えてホクホクしたし、全開させてあげましょう。やったーい。よかった、やったー。命が伸びた。心なしか力がみなぎってきました。うん、もうやれる。なんとなく治療したら全部なんか怪我治ったね。よかった。いやーすごいね、怪我の治療の腕世界一だよ、おめちゃん。なんだろう、なんか、まあ、そんなこんなでやってますとですね、ね、うん、はい、あなたたちが周りをふと見回すと、あなたたちが氷山に入った時とは明らかに景色が変わっています。どうやらこの氷山は船のように動いており、あなたたちが氷山の中にいる間も止まることなく移動していたみたいです。お二人とも目星を振ってください。はい、目星、目星、目星。はい。ではここみちゃんは気づくことでしょう。はい、どうやら視線の先に大陸がありそうだなと分かります。ほうほうほう、なんか見えるよ。どれ。あの地平線の先のあそこ。それって青梅ちゃんは地理的には場所を知ってる感じですか。はい、では今教えてもらったので青梅ちゃんは分かることでしょう。はい、青梅ちゃんはそれがムー大陸だと気づきます。うーん、あれは多分ムー大陸かな。ムー大陸って、私の世界にもムー大陸って確か聞いたことあったけど、お話の中の世界だったよ。ここにはあるんだね。うん、普通にあるし行ったこともあったと思うけど。へー、何があるの。今は石ばっかりな印象があるな。石、まあ石って言っても、なんか人だったものとか建物だったものとかが全部石になってるというか。石化してるってこと。そういうことかな。なんかタコの、でっかいタコの石とかもあったような気がする。へえ、でっかいタコの石。あんまり好きじゃないんだよね、その石。あ、そうなの。たこ焼き嫌い。たこ焼き食べた記憶ないな。そっか、美味しいから今度作ってあげるね。いいの。うん。ありがとう。道具ないけど。確かにここは道具ないね。では向かうということでよろしいでしょうか。うん、めいめいいける。じゃあ行ってもらおうかな。ありがとうめいめい。
ありがとうめいめい。ではそうすると背後の崩壊した氷山の方から再び強烈な霊気を感じる。うわー、これはルリムシャイコースのものとは違う重圧と霊気を放っている。穏やかな温かい恵みを与えるのが太陽ならば、その真逆のような印象を受ける。振り返りますか？うん、興味あるな。ハラジンとかエバグかな。では振り返りますと、はい、その先に見えるのは崩壊した氷山だけではない。そこには灰色の太陽があった。その灰色の太陽は周囲の熱を奪い急速に凍結させていく。海だけでなく空気も凍りつき、氷河期が形になって迫ってくるように思える。これはもはや霊気の暴力だ。ルリムシャイコースのものとは格が違う霊気は遠く離れているあなたたちにも襲いかかる。ココミちゃん3チェックです。3、3、3。おお、なんてこった。なんてこった。3チェックに1クリか。でも3だ、そうなの。3チェックだと何もあげられない、ごめんな。ココミ、お前じゃない、お前そこじゃないんだ、出すところは。じゃあいいでしょう、探知現象1でいいです。お、やったー。ココミちょっと頑張って。ではあなたたちは今すぐそこから逃げなければ。あなたたちは巨木に乗っています。巨木くんのデックスは17です。はい、結構早い。はい、ここから逃げるには青梅ちゃん、あなたがデックスで判定をしていただきます。なんて、え、んあ、そっか、今日、え、めいめいのデックス。はい、そうです。あ、なのでこの太陽に対するデックス対抗 35% 以下で成功です。35% 以下、あれ、頑張れ。めーめー、ごめんめーめー。ではですね、 HP とコンを1減少してください。HP をとりあえず2人とも1減少させてください。あ、はい。コンは私も。あ、コンはですね、こちらでやっとくので大丈夫です。あ、はい。ありがとうございます。ざまいす。HP。やばい、これ。成功するまで、もしかして。そしてですね、APP を 1D3 減少します。1D3、それぞれ振ってください。うわ、美貌が、美貌が、我らの美貌が、美貌、美貌が、美貌、私11、12、今12ですね。なので9桁になってしまった。まあまあ、まだ人間人間か、うん、まあちょっと美貌が、そうですね、ちょっと、まあまだまだまだ橋本環奈、うん、まあ、ちょっと肌が乾燥したかなくらい。そうそうそう。あ、ちょっと、ね、あの氷でピキってなったぐらい。うんうんうん、ああ、まだパックで治るかもしれない。はい、では、失敗してしまったので、めいめいが自身の体を凍らせながらも、この冷気から必死に逃げていきます。めいめい。冷気に触れた先から表皮が砕け、体が割れ落ちていきます。目の前に陸地が見えます。めいめいは触手であなたたちを掴むと陸地へ向けて乱暴に放り投げます。めいめい。では宙を舞ったあなたたちは跳躍に成功しなければ地面に叩きつけられダメージを負ってしまいます。跳躍、跳躍、めいめい、跳躍、初期値55ある、やった。かばうこともできますよ。どうしますか。かばいます。はい。ああ、あやあめちゃん。では、あなたがかばいますと、
じゃあ青梅ちゃんだけ 1D6 のダメージを負ってください。はい。おい、え？じゃあ4に減らしてください、はい、受け身取れたんだろうな。では放り投げられますと、はい、海の方を見ると灰色の太陽はなぜか大陸内は不可侵とばかりに、これ以上あなたたちを襲いかかることなく引き返していきます。そして、あなたたちを放り投げてくれたメイメイは完全に凍りつき変わり果てた姿になっています。めいめい、めいめいが私たちのこと助けてくれたんだね。うん、ありがとう。めいめい、ごめんね。めいめい、ありがとう。何にもこの距離だと何にもしてあげられないよな。うん、結構離れてそうだもんね。なんかないかな。なんもないか。なんもないよな。なんとなく聞き耳とか立ててみていいかな。いいよ。何か聞こえるかもしれない。失敗するんかよ。何も聞こえない。そっか。せめてめいめいにもう一回ありがとうってちゃんと言おうか。そうだね。せーのでいく？うん。せーの。ありがとう。めいめい。ありがとう。逆か。合わないな。まあまあまあ。息は。まあでも同じこと言ってるからね。はい。ではそんなあなたたちのありがとうで、もしかしたらという声が聞こえるかもしれません。めいめい。ではここはもう大陸の上です。どうしますか、はい、周りを見ますか。見ましょうか。では大陸内に進んでいくということでよろしいでしょう。戻れないもんね。だって後ろは灰色の太陽が待ち構えてますよ。そうだよね。うん、進みましょうか。はい、ではバイバイ。あ、めいめい。